オペラの漫画。私はかなで、今日は親友のはるちゃんの結婚披露宴に呼ばれました。新郎新婦の入場まで今しばらくお待ちください。広い会場、それに人がいっぱい。はるちゃんのウェディングドレス姿楽しみだな。あら、かなでちゃんじゃない。あんたも呼ばれてたのね。みおりちゃん、たくまくん。この二人はみおりちゃんとたくまくん、高校の時のクラスメートで今付き合ってるらしい。相変わらず貧乏くさい格好だな。そんなんだから彼氏ができねえんだよ。確かに彼氏はいないけど。お前は高校の頃から地味だったからな。結婚式なんだから化粧くらいしろっての。あ、お化粧はしてるよ。みおりと比べたら全然じゃねえか。それになんだその安っぽいネックレスは。かなでちゃん、おしゃれサボってちゃ今期遠のくわよ。ゴールイン目前のあたしと違って。今期気合不足ってことかな。ソプラノ少年団よ。何？高校時代のイケメン御曹司4人組、彼らはあまりの人気にソプラノ少年団と呼ばれていた。甘いマスクにお金持ちで大人気。今は全員会社経営をしているエリート集団だ。リーダーのアルト君は俺様気質だが、奥さんや身内には優しくするタイプ。アルト様、今後も我が社とお取引を。結婚式だぞ、ビジネスの話なんて後にしろよな。ちゃく、無口なカイリ君、結婚したら夫婦でマッスルを目指しているらしい。世帯あたりの筋肉を増やしていこう。お金大好きカジノ君、お金持ちだが共働きは必須という噂だ。稼ぎ頭は多ければ多いほどいいからね。大人になってもみんな相変わらずだな。あと一人は、ちっ、商談がまとまらなかったぜ。ちゃんとしてよね。稼げば稼ぐほど私たちの結婚資金になるんだから。二人はもうすぐ結婚するんだね。おめでとう。そうよ、今日の花嫁のブーケトスは譲らないんだから。ああ、ブーケを取ったら結婚できるっていう、私はいいかな。はあ、高校の時はちょっと少年団に気に入られてたからって高みの見物ってこと？そういうわけじゃ。おいおい、かなで、そんな透かしてるとソプラノ少年団に取り入るチャンスがなくなるぜ。私別に取り入ろうだなんて。俺は今日花婿の友人代表スピーチを考えてきたんだ。これでアルト様の心象もバッチリだ。それに引き換えお前はぼーっとしているし、ちゃんとご祝儀を払えるのかも怪しいな。あんたもどうせ結婚相手探しにここに来たんでしょ。そんなんじゃないよ。あら、そんなに感情的じゃ今期がムーッと遠のくわよ。ちょっと、そろそろはるちゃんたちが来る頃かな。私も花嫁の友人席に座っておこう。そう、そのはるちゃんの旦那さんというのが、あ、新郎新婦の登場よ。ソプラノ少年団4人目、成田くん。先日はるちゃんと入籍した王子様のようなイケメン。あー、はるちゃん綺麗。やっぱりはるちゃんのドレス姿を見たら泣いちゃうよ。薄化粧できてよかった。成田くんかっこいい。はるちゃん素敵。ファンさして。そのうちはどこから出したぷに。大勢のファンがいる成田くんの友人席に負けないように全力で応援しなきゃ。成田くん、おめでとう。おめでとう。あのブーケ絶対に取ってやるんだからね。完璧なスピーチでアルト様との取引をもぎ取ってやる。なんか熱くない？熱いというか熱い。100熱ポニー。皆さんお集まりください。集合写真の撮影を行います。女性は前に、男性は後ろにお並びください。写真撮影ね。私花嫁の近くに並んで目立ってやるわ。俺もアルト様のなるべく近くに。かなで、私の後ろにおいでよ。でもご親族の位置が。いいのいいの、かなでは親友だからね。家族写真は後で撮るし。嬉しい。じゃあそこに。私もここいいかしら。え、誰？まあいいですけど。センターは逃したけど十分目立つ位置、さすが私。写真撮影か。主役のはるちゃんより目立たないように落ち着いた色のドレスを着てきたけれど、こんなに輝いているはるちゃんを見ると余計な心配だったみたい。アルト様、今日もイケメン、お美しい。ああ、
そういえば最近うちの会社に新製品が出ましてね、ぜひごひいきに。だから仕事の話はまた今度。それでは撮りますよ、皆さん笑って。はいチーズ。もう一枚。はいチーズ。はるちゃんは本当にキラキラしていて素敵だった。はるちゃんにとって一生の思い出になるといいな。この時はまさかあんな思い出になるなんて思ってもいなかった。続いて新郎新婦の馴れ初めムービーを上演いたします。演じるのはもちろん新郎新婦ご本人。ああ、再現ムービーね。いらっしゃいませ。いや、タピオカドリンク一つください。キャ、イケメン。この年で制服は無理があるだろう。二人ともひどい棒読みじゃないか。鍛錬が足りんな。これは美味しい。お嬢さん、お名前は？ハルです。こんなに美味しいタピオカを作れるなんて天才だ。全部機械で作ってます。毎朝僕にタピオカミルクティーを作ってくれないか。結婚しよう。もちろん。いろいろすっ飛ばしすぎだろ。ひどい寸劇だ。まったくいい年して何やってんだ。懐かしいなこの感じ。ん？今のうちに友人代表スピーチの練習をしなければ。この度は。ふんふん、絶対あ悩みのブーケ取ってやるんだから。二人ともムービー見ないのかな。意しすぎだっぽいに。お二人の素敵な馴れ初めでしたね。続いて新郎新婦のケーキカットファーストバイトのお時間です。ケーキカット楽しみだな。写真いっぱい撮らなきゃ。タピオカだ。お二人の出会ったきっかけであるタピオカドリンクをケーキにいたしました。容器は飴細工で再現。ミルクティー部分はチョコレート、タピオカはフードプリントです。パティシエに無理を言ってこういうデザインにしてもらったんだ。ほとんど茶色だし安っぽくて地味だわ。神父の好みかしら。たくま、私たちの結婚式の時はもっと大きくてもっとド派手なケーキにしましょうね。ああもちろんだ。オフランスからパティシエを呼ぼうぜ。すごい、二人の思い出をケーキにしたんだね。すごく美味しそう。食べるのが楽しみだな。お二人の初めての共同作業です。それではケーキ入刀どうぞ。式はつつがなく進行していきました。続きまして新郎ご友人による余興のお時間です。まずはカイリさん、お願いします。うむ。カイリ君の余興、何が見れるのかしら。この筆は200キロある。200キロ、ふん、書道パフォーマンスだ。わあ素敵。200キロの筆でやる必要はあったのかプンニー。次は僕だよ。僕がやるのは手品。お客さん、誰か紙幣を貸してください。あ、じゃあ私が。このハンカチ、種も仕掛けもありません。瞬きせずによく見ていてください。はい、なんとお札が消えました。わあすごい。マジックだよ。これで僕の余興は終わり。あれ、そういえば私の千円は。どうしよう、俺が用意していた余興は書道と手品、思いっきりかぶってしまったぞ。今さら書道か手品をやったところで微妙な空気になるだろうし。最後の余興はアルトさんです。お願いします。アルト様の余興だって。何をするんだろう、楽しみだね。くそ、どうしたら。アルト君、顔色悪いけど大丈夫？かなで、実はネタが被った。それは大変。そうだ、私にいいアイデアがあるの。いいアイデア？うん、私の言う通りにしてね。ほにょ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 。どうもアルトです。かなでです。二人合わせてアルカナです。アルカナの家はどこにあるかな。なんちゃって。そういうことです。終わり。あ、面白い漫才でしたね。それではそのままハルさんの友人代表スピーチです。かなでさん、お願いします。あ、かなでが。私、ハルちゃんにスピーチ頼まれてたから。おかしいでしょ、こういうのは幸せな人がするものよ。そんなことないよ、ハルちゃんに幸せになってもらいたい人がするんだと思うよ。ちょっとタクマ、どうする。ふん、
この後俺が新郎友人のスピーチをするからその引き立て役になってもらおう。なるほどね。スピーチ用の紙は、あれ、この紙私の書いた原稿じゃない。さっき紙ナプキンとすり替えておいたのさ。やるじゃないタクマ。これであの女のスピーチは台無しさ。さーて、じゃあ俺が新郎友人の挨拶を。原稿はなぜか見当たらない。でも私のハルちゃんおめでとうの気持ちは変わらない。ハルちゃん、成田くん、この度はご結婚おめでとうございます。私が思ったままのことを言えばいいんだ。なんか普通に始まったわよ。ちょ、暗記してたのか。あいつに目立たれると私たちが会場中に幸せマウントを取る時間が減っちゃうわね。よし、次の作戦だ。ねえスタッフさん、ちょっと熱くない？空調調整いたしましょうか。温度を一番低くして15度くらい。ですがそうすると寒くなってしまいます。ええから早くして。はるちゃんと成田くんの出会いはタピオカ屋でしたが、実は私もそこでバイトをしていて。あれ、なんかちょっと肌寒いような。いつも二人のことは見ていましたが、毎日ずっとべったりで幸せそうでした。おやつをあんで食べさせあったり。恥ずかしいのよさ。昔から仲良かったもんね僕たち。ひゃ、新郎新婦の熱気で空気が熱いわ。上着脱いじゃおうかしら。ひゃひゃ、冷房でスピーチどころではなくする作戦が効かないですって。熱々な野郎どもだ。次の作戦だ。せーので風船を割って回るぞ。大きな音がしたらスピーチを中断せざるを得ないだろう。あの子の驚く顔が楽しみね。はるちゃんは昔から本当にいい子で、私が困っている時もいつも助けてくれました。例えばあれは夏祭りの日、はぐれた私を一生懸命探してくれて、その時、何？何の音？そう、こんな感じで花火の音が聞こえたんです。あの時二人で見た花火の美しさは忘れられません。スタッフさんが気を利かせて音を演出してくれたのかな。ありがとうございますスタッフさん。悔しい、スピーチの演出をしてしまった。次はどうするのよ。早くスピーチ終わらせなきゃタクマの時間が短くなっちゃう。あいつのスピーチのボロを見つけて周囲に言いふらせ、会場の空気を悪くするんだ。なるほどね、オッケー。はるちゃんとの出会いは、そう、バイトの面接の時でした。私が遅刻しそうになった時。ねえねえ、あの子話長くない？そうかしら。てかあの子、新婦とのエピソードを語るように見せかけて自分語りばっかり。うん、言われてみれば確かに。しめしめ、これで奏ちゃんのイメージダウンは。なんとただのフリスビーだったんです。面白いじゃない。自分語りじゃなくて会場の雰囲気を良くしようとしているんじゃないかしら。そうかも。なんでこうもうまくいかないの。はるちゃんは、はるちゃんは私の大切な友達です。少し寂しい気もするけれど、成田くんと結婚して幸せな家庭を築いてください。ずっとずっと応援しています。気持ちのこもったスピーチね。私感動で泣いちゃった。ねえ、あいつ最初からこのつもりで。ちょっとあいつ注目浴びてるわよ、なんとかして。ああ、次は成田様の友人代表スピーチだ。俺があれ以上に完璧なスピーチを。奏さん、感動的なスピーチをありがとうございました。続いて新郎成田さんの友人代表スピーチをカイリさんお願いします。うむ。なんで俺じゃないんだ。え、だって別に君には頼んでないし、そもそも君はもともとただのクラスメートだろ。呼んだっけな。そんな。成田、ハルさん、ご結婚おめでとう。以上だ。短っ。そんなこんなで式は進んでいき、それではブーケトスに移らせていただきます。女性の皆様は前へどうぞ。きたー、絶対にブーケを取ってやるんだから。ブーケを受け取って私の幸せエピソードトークタイム。会場中に幸せマウント取ってやる。
ちょっとあんた邪魔しないで。あんたも。おい、カンナで。ブーケ欲しい？いらないよ。何余裕ぶっちゃって。本当はブーケを狙ってるの知ってるんだからね。花嫁の友達だかなんだか知らないけど、幸せな結婚をするのはこの私よ。それじゃあ投げます。 3、2、1。 おめでとうございます。はるさんのおばあさまがブーケをキャッチしました。あら、まあまあ。みはりちゃん大丈夫？あんたのせいよ。あんたのせいでブーケが取れなかった。私の幸せな結婚する計画が、私が高校卒業してからこんな幸せだったってみんなに知らしめるはずだったのに。そうだ、お前のせいで全て台無しだ。なんだなんだ。惨めだね。そんな汚い格好で少年団の前にいたら失礼だ。さっさとここから連れて行って。はあ、なんだ？かなで様に何をする？はぁ？かなで様って？はぁ、あいつかなでに手出したよ。終わったわね。かなで、大丈夫か？うん、私は平気だよ。アルト君にもらった大切なネックレスが。そんなものはどうだっていい。かなでが無事なら。嘘、一体どういうこと？知らなかったのか？かなでは俺の妻だ。なんでだよ、彼氏はいないって言ってたじゃねえか。彼氏はもちろんいないよ。アルト君は旦那さんだからね。え、だってそんな素振りは一度も。席も別々だったし。私はハルちゃんの友達だから席が離れていただけだよ。嘘でしょ、あんた既婚者だったの？じゃあもしかしてブーケは本当に取ろうとしていなかったってこと？そうだよ。そんな、でも貧乏人がどういった経緯でお金持ちのアルト君と。簡単なことだ。いつも友達のことを楽しそうに話す奏を見ていると、俺も奏の大切な人のうちの一人になりたくなった。それだけだ。高校卒業と同時に付き合い出して、この間結婚したんだ。そのうち式も挙げる予定だ。幸せ大絶頂。そんな、貧乏だと思ってた子が社長夫人だったなんて。黙っててごめんね。アルト君、外で私とベタベタしたがらないから。カナデが好奇の目にさらされるのが我慢ならないんだ。でも俺たちが結婚していることはここにいるみんな知ってるぞ。お前ら以外。むけー、タクマ、お前にはがっかりだ。俺の大切な奥さんにワインをかけるなんて。今日はもう帰ってくれ。アルト様、これには深いわけが。お前の会社との契約は今後打ち切らせてもらうから、そのつもりで。え、アルト様、お待ちください。アルト様。じゃあ SP さん、そいつらをつまみ出してね。そもそも呼んでないし、部外者なので警察に通報お願いします。嘘。かなでには新しい衣装を用意してもらうよ。その後たくまくんたちは警察に連行された。実は二人とも結婚式に招待されていなかった。自分たちの幸せな姿をアピールして高校時代の友人にマウントを取りたかったらしい。俺たちの方が幸せなんだい。結局これを機にミリアちゃんはたくまくんと破局して、今はマッチングアプリと結婚相談所を行ったり来たりしているらしい。ちょっと、何度も言うけど私に見合うのは年収2000万以上の会社経営者よ。早くハイスペックな男を連れてきなさい。そして月日は流れ、今日は待ちに待ったアルト君との結婚式。今は控え室で準備をしているよ。神父様、お化粧はいかがいたしましょうか。薄めでお願いします。絶対泣いちゃうので。入るぞ、かなで。マジか。どうかな。悪くねえじゃん。いや、すごく綺麗だ。ありがとう。あ、そのネックレスつけてくれたんだ。アルト君との思い出の品だからね。神父様、新郎様、そろそろお時間です。もう準備はバッチリだよ。みんなのところへ行こう。あ、お待たせいたしました。新郎新婦の入場です。幸せかどうかは人にひけらかすものじゃなくて、自分自身がそう感じるかどうかが重要だよね。春だよ。奏です。動画を最後まで
まで見てくれてどうもありがとう。最近の貧乏少女シリーズを見ていたら、私と成田の結婚はなしなのかなってずっと心配だったのよさ。二人が無事に結ばれて本当によかった。かなでがこうなおかげなのよさ。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またね。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てね。